アロハ。元気？よ、足立さん。おう。あ、そういやさっきマスターと話した。ん？あれか、アキコさんって人の宝石店、ハワイにあるか調べてもらってんだよな。おう、それよ。結果から言うとやっぱり見つからなかった。おっと、そうだったのか。まあでもまだわかんねえよな。マスターもハワイ中を調べきったわけじゃねえだろ。とはいえ結構方々に当たってくれたみたいでな。正直俺はもう半分諦めかけてるよ。探し物は忘れた頃に見つかるもんだぜ。まだその時が来てねえってだけかもよ。確かにまだ俺もハワイに来たばっかだしな。だいたい探すのも人任せだったわけだし。俺もこれからは宝石店がねえか街で気をつけてみっから。おう、ありがとうよ。まあ、しかし実を言うとだな。ん？アキコさんは俺が会いに行ったら迷惑に思うかもしれねえ。なんでだよ。20年前に彼女ん家の宝石店が襲われた時、本当言うと警察は未然に防げたかもしれなかったんだ。未然に防げたってどうやって？事件が起きる数日前、店に不審な客が来てるって警察に通報が入っててな。その通報者ってのが当時女子高生だった秋子さんだ。へえ。けど不審な客ってだけじゃ警察も動きようがなかったんじゃねえか。ああ、わざわざ署まで相談しに来てくれたんだが、相手が高校生の言い分ってこともあった。親御さんの方は娘があんまり真剣に言うもんで一応付き添いで来たって感じだったらしい。で、あんまり大人が深刻に受け止めないでいたら実際に強盗が起きちまったってわけか。俺、事件の後アキコさんを事情聴取して、そこで初めて事前に署へ相談してたと聞いたんだ。彼女によると週に何日も店に来るのに毎回何も買わない男性客がいた。そして店の様子をじーっと舐めるように見回してたって言うんだな。確かに怪しかったんだろうけど、それだけじゃ警察が動くにも決め手がねえ感じか。せいぜい付近のパトロールを増やすのが関の山。それだって何日も延々とは続けられねえ。結果として実際に宝石店は強盗どもに入られることになった。その犯人はやっぱり明子さんの言ってた男だったのか。ああ、犯行グループ3人組のリーダーだった。なるほど。犯行時明子さんは店にいなかったが、親御さんは夫婦揃って縛り上げられた。軽傷で済んだのは不幸中の幸いよ。だがしばらく生きるか死ぬかの恐怖を味わわされた。事件後は休業してやがて犯人も捕まりやしたが、結局宝石店は閉めることになった。なんともやりきれねえ話だな。アキコさんは警察がろくに動かなかったとえらく怒ってたよ。そりゃそうだ、彼女の方は打てる手を全部打ったのに、警察のせいで両親が危険にさらされたんだから。アキコさんからは何を言われたんだい。足立さんが事件の事情聴取したんだろ。だから言ったのに、刑事さんはみんな私が何を言っても信じてくれなかったって。そいつはきついのをお見舞いされたな。刑事時代苦い思い出はいくつもあるが、これもその一つだ。
じゃあ足立さんは明子さんに会って事件のことを謝りたいってことか。さてどうなんだろうな。まずは何より彼女が元気でいるか知りたい。俺だって今回たまたまハワイに来たんじゃなきゃこんなこと思いつきもしなかったはずだ。その先は実際に会ってみなきゃわからねえか。ふん、そういうことだな。刑事時代の知り合いにも後で連絡してみるよ。アキコさんが本当にハワイに店を出したのか、誰かその場所を知ってる知り合いはいないか。あれ、なんだよ、そっちの線はまだ当たってなかったのか。もし万が一彼女が不幸な人生を送ってたらって、それが怖くて本腰入れて調べらんなかった。そっか、はあ、なるほどな。まあでもお前にいろいろ白状してたら少し気持ちが外に向けられるようになったよ。ならよかった。やっぱりたまったもん吐き出すにはダチと飲むのが一番だろ。そうだな。認めるよ。よ、ちーちゃん、さっきは何かあったのかい？もしかして話聞こえてた？いや、そうじゃねえけど。そっか、さっきの電話相手はジーや。私のことで不穏な噂を聞いたって言ってきて。ちーちゃんの不穏な噂？今更なんだけど、私が人のパスポート盗んで第五地区へ入ったって話。噂っていうか事実なんだけどね。人のパスポートってそれ俺のやつのことだよな。その話がどういうわけかジーヤの耳に入ったみたい。バラクーダの巣窟に私が行こうとしてたって。でもそりゃもうとっくに済んだ話だし、ジーヤさんには人違いとか言ってしらを切りゃいいだろう。そうしたんだけど、ジーヤとしては噂を聞けば聞くほどお嬢様の特徴と一致するって動揺してるの。あとは私が何言っても信用してくれなくて。いや、しかしよ、そもそもジーヤさんはどこでそんな噂聞いたんだ？ハワイにはろくに知り合いもいないんだろう？そこについてはちょっと甘く見てたみたい。ジーヤ誰にでも腰が低くてコミュ力高いんだよね。それでいつの間にか友達もできてて、私の噂についてはジェフから聞いたみたい。ジェフ、もしかしてあのタコス屋のか。盗品買い取ったりしてた。そういうこと。ジーヤはランチはしょっちゅうあそこのタコスを食べてたらしいの。ジェフが多少いかがわしいことも承知で楽しくおしゃべりする仲なんだって。すげえな、元格闘家で富士宮家の執事、おまけに年取ってもコミュ力旺盛って。はっきり言って見くびってたよね。ジーヤがどんどん私に迫ってきてる。いっそ俺らのパーティーに引き入れちまうか。元格闘家なら頼もしい仲間になりそうだし。もうそんな年じゃないよ。だって77歳だよ。いや、まあ仲間にしちゃえばちーちゃんの行動も秘密にしててくれるかなって。何にしても今すぐジーヤが私を見つけるってことはないだろうし、慌てないようにしてる。でも待てよ、
そうなると今度はジーヤさんが危ない目に遭ったりしねえか心配だぜ。どういうこと？ジーヤさんはちーちゃんが第五地区に行ったらしいって噂を聞いたわけだろ。ところがちーちゃんはそのことを認めようとしない。この後ジーヤさんはどう動くと思う？わかんない。俺がジーヤさんだったら自分の足で第五地区に行って噂が事実か確かめる。え？でその証拠をつかんでからちーちゃんに本当のことを問い詰めるんだ。そんな、でもあそこはおじいちゃんがフラッと入れるような場所じゃないし、他人のパスポート盗んだり悪徳警官の協力がなきゃ先に進めないんだよ。ああ、けどそうとは知らないジーヤさんは大事なお嬢様の足跡を追っていこうとする。だからその時バラクーダのチンピラなんかから痛い目に遭わされねえかなって。そっか、参ったな。じゃあとりあえずまたジーヤに連絡してみる。もし第五地区に行くようだったら絶対行かないように言っとかなきゃ。しばらくジーヤさんから目を離さない方がいいな。四六時中とはいかねえだろうけどよ。そうだね。これじゃあ私とジーヤどっちがお目付け役か分かんないじゃない。確かにそうだね。ジーヤに心配かけてるのは反省してますけど。今日はなんだか首相だな、ちーちゃん。かもね。私がジーヤを心配する日が来るなんて。そう思ったら時の流れを感じちゃってさ。じゃあ覚えときな。そういう時に飲む酒はしみるぜ。知らなかった。じゃあ試してみるね。お？いらっしゃい。いらっしゃい。いいコンディションだ。How's it, my man? Hey, where you headed? Roger that. Beat her in a hot minute. ここなんだな、パレカナの養護施設ってな。
ああ、ただ妙に静かだな。前来た時は子供たちが遊んでた。あ、ほらあそこに。あれ、見覚えある子だったんだけど忘れられちゃった。いや、というより俺らを見て怖がってたように見えたぜ。ここの子たちはもともと誰にでも人懐っこかったろ。うん、やっぱりなんか変だよ。あの子に根も葉もねえことを吹き込んだ奴がいるのかもしれねえな。現場百遍は正解だったかもしれねえぞ、カズが。変化があるってのはいい兆候だ。かもな。行こうぜ。And so the enraged Nele, in all her wisdom, cast Greedy into the frozen fires. Price? 島に戻るって言ってなかったか？まだこんなとこにいたのかよ。ようこそ、カズナさん。またお会いできて嬉しいです。この間見かけなかった奴らだ。あえて嬉しいっつった割にボディーガードを前に立たせるんだな。彼らは白の戦士です。私に危害を加える心を敏感に察知してしまうのです。デイナとカロンはどうした？留守なのか？何か御用があれば代わりに私が伺いましょう。火が全てを浄化するまで。ウォン・トーの話はやっぱり本当なのか？あんた、その子たちに何をするつもりだ？ They're scaring me, Father Bryce.Fear not, my child. No evil can withstand the Hawk Warrior's spirits. What we should do now is pray. Let us beseech Madame Nele to envelop them swiftly and painlessly. どうも、俺たち。哀れみを受けてるみてえだぜ。茜さんはラニを連れてここから逃げ出したい。それをあんたは追ってる。すましたつらして、それはそれは必死にだ。おお、普段は目立たないようにしてるくせに、手なずけていたギャングたちに総動員をかけてまでな。パレカナの火は浄化の炎です。迷いも疑いも全てを包み込み、等しく無へと帰すのです。彼女たちを見つけたら二人とも殺すのか？清められるべきは清められます。何が清められるべきか人々を導き教えを悟すのは全てこの私が炎に委ねられた役割なのです。さっきから何の答えにもなってねえぞ。傲慢な悪魔よ、炎に清められんこと。ブライス！ヘレティクスビーゴン。やんのか、この野郎。全力で行くよ。覚悟。俺の番だな。Let's go。 うらっ。
たんじゃねえか。よし、上昇上昇。また強くなっちまった。俺もまだ若いね。いっぱいやりたい気分だぜ。また成長しちゃった。吸収が早いのよね。なんだこれは。あ、デイナ、カロン、カスガさん。なるほど、
ブライスの指示で使いに出されていた。ええ、臨時でフードバンク用の食品をいただけることになったから受け取りに向かってほしいというお話をいただいて。ブライス様から直接そういうお話があるのは滅多にないことなので私たちも珍しいなとは思ったのですが。で、帰ってきてみたらこの有様か。ええ、春日さん、あなた方の言うパレカナの実態というのが私には信じられません。何を根拠にそんな。やっぱりそうですよね。いや、俺はきっとそんなことだろうって。デーナさんたちに限ってここの子供たちを苦しめるようなことするわけね。そうです、ええ、私も何の話なのかさっぱり。ブライス様がギャングたちを支配していて茜さんの命を狙ってるだなんて。カロンさん、デイナさん、俺はここじゃよそ者です。ハワイにはほんのちょっと前に来たばかりで、そんな奴に急にあんたたちは騙されてるなんて言われたって信用できないな、しょうがねえ。だから俺たちの言うことを信じてくれとは言いませんけど、さっきの光景はお二人自身が自分の目で見たことです。ガンジョーとバラクーダ、そしてパレカナの武装した教徒、それが束になって俺たちを殺そうとした。パレカナにはまだお二人の見たことがない一面ってのがあるみたいなんです。それを踏まえて何か俺らに言いそびれてたことがあれば聞かせちゃもらえませんか。私たちは聖地ネレ島へ渡った人たちが幸せに暮らすと聞かされてきました。この施設からも多くの子が悪と認められて島へ渡っていきました。信仰心を認められれば悪になれると、そう言って子供たちを導いてきたのです。もう何十年も前からずっと。でも昔カロンとも一度だけ話したことがあるんです。ネレ島にいるはずの子をホノルルシティで見たことがあるって。デイナ、それはネレ島に行ったら一生そこで過ごすのがパレカナのルールでしたよね。ええ、だから本来ありえないことです。私も最初は見間違いだと思った。顔もすっかり別人になっていて、でもここで家族同然で何年も一緒に過ごした子ですもの。佇まいや雰囲気は間違いなくその子だった。だから声をかけたんです。でも人違いだと言われました。それでもその子だって思ったんですね。ええ、事情は分かりませんが顔は多分整形手術を受けたんでしょう。でも声を変えることは手術でも難しいと聞きます。その声は間違いなく私の知るネレ島で暮らしているはずの子でした。もっと話をしようと思ったのですが、その子は逃げるように走り去っていってしまって、それっきりです。それってつまりネレ島に行った子たちが素性を隠して町に戻ってるってことですか。ウォンが言ってたことと話がつながるね。ああ、ブライスは自分の狂信者を作り上げて頑丈やバラクーダにスパイとして潜り込ませてるって話だった。デイナさん、その子ってのはどういう格好をしてましたか。警察官の制服でした。なんだと。ブライスが手先を送り込んでるのはギャングだけじゃない、警官、それに多分司法に行政、もちろん経済、表の権力にも忍び込ませてんだ。それも何十年も時間をかけて、何人もな。あいつをホノルルシティの絶対的な支配者にしてる影のネットワークだ。やっぱり聖地ネレ島の正体はブライスの忠実な駒を育成するための訓練場だったんだな。そんな、あくまで
ブライスが教団を私物化してからの話だとは思います。私たちやここの子供たちはこれからどうしたらいいんでしょう。それはあなた方は状況に合点がいったようですが、私は逆です。何が何だかわからない。私は話を聞いてもなおパレカナの教えを否定する気になれません。ネレ島に行くことができると言われたら私は行きます。行きたいのです。子供たちにもそのように教えてきた。私の信仰心はまだ揺らいでいません。そろそろ子供たちに食事を用意しないと。この場所でしか生きられない者もいます。ここは社会的弱者の最後の砦なんです。願わくばさっきの話は子供たちの前ではしないでいただけますか。待ってください。それじゃあまた話が来たら子供を島へ送るんですか。選ばれた教徒や子供が島へ渡るのは多くても月に2回です。新月か満月の夜に。ですからしばらくその機会はないでしょう。次の機会が来る前にきっと俺らが茜さんたちを見つけます。この施設をどうするべきか、子供を島へ送っていいのか、彼女らに話を聞いてみませんか。どんどん使命が重たくなっていくな。さすが堂島の竜に任された仕事だ。ああ、でもやり遂げりゃいろんな人たちを助けられる。悪い話じゃねえさ。